まったく毎日暑いね。イワシが焦げちゃうよ。イワシが焦げちゃうよ。まあでもこうやって私もね、いつもイワシ焼いてるんだけど、たまにはこういうの美味しいイワシをね、もう本当に苦労していいことばっかりやってる、そういうね、人に、この人に食べてもらいたいっていう、そういう人に食べてもらいたいな。せっかくこうやってイワシ焼いてんだから。あれ、ちょっと待って、あそこ行くのは安倍晋三さんじゃないか。安倍さん、安倍さん、イワシが焦げちゃうよ、イワシが焦げちゃうよ、来て来て来て。ねえ、安倍さんも本当に苦労されて一生懸命日本のために頑張ってくださってね、ありがとうございます安倍さん。ねえ、でも安倍さんもあれだろ、あのあんたのあの奥さんの昭恵さんってのを愛してんだろ。まあ、だけどな、昭恵さんはこうやってイワシ焼いてくれたかい。昭恵さん、イワシ焼いてくれたかい。うん、昭恵はいつも自分だけで飲み歩いてて、私がどっちかというと昭恵にイワシ焼く。そうだったのかい。本当にお疲れだったね。だけどあんたもなんだよ、日本国のためにさ、本当に長い間頑張ってくれてね。いよいよこれからちょっとお休みしようかなっていう時だったけど、なかなかあんたもお休みしない人だったね。もっと悠々自適と言ったり過ごしてもよかったんじゃないかと思うんだけど。まあだけどあんたね、この後はあの政府専用機じゃなくて民間のね、航空機でね、安倍昭恵さん、ね、最愛の昭恵さんといろいろね、あの、昔あの、掃除の時にね、あの、観光旅行じゃなかった、あの、外国訪問いろいろしたでしょ。まあ、あれはあれでよかったんだろうけど、今度はね、一主人として、昭恵さんとね、あの、いろんなとこ旅行行ってほしかったなと、ほんと思ってたの、おばさんも。ねえ、ほんとにゆっくりする時間がもっとあればよかったのにね。ほんと、イワシが焦げちゃうよ。イワシが焦げちゃうよ。だからこのね、イワシを食べて、イワシお腹にもいいみたいだから。ね、あんたのお腹が良くなるよ、みんな祈ってるから。うん。イワシ焦げちゃうからね。だからほんと、イワシ食べて、新藤さん。ね、とにかく本当にお疲れ様でした。イワシおばさん、今日はもうそれ以外言うことない。本当にあんたお疲れ様でした。で、本当だったらね、昭恵ちゃんと政府専用機じゃない観光旅行もね、味わってほしかったと思うけど。うん、まあ、人の定めったら仕方がないね。まあだから、せめてこれ、日本国民からのね、感謝の気持ちを込めて、この、イワシ食べとってくれ。なんだったらもう、ずっとここにいてもいいよ。そのうち、昭恵さんも来ると思うよ。まあ、何十年後かな。何十年後か。それまでじゃあ、おばさんとこで待ってよ。ね。他にも行くとこは、そうか、そうだよね。他にも行くとこあるわよね。まあだけど、時々寄って、ここにね。昭恵さんが、そのうち通りかかったら、また、言っとくわ。あんたが本当に頑張ったって言ってたことをね。言っとく。おばさん、嬉しい。安倍晋三さんに会えて嬉しいわ、今日ここで。ありがとうね。本当お疲れ様でした。イワシが焦げちゃうよ。このイワシも安倍晋三さんにね、食べてもらったら幸せだと思うわ。本当お疲れ様でした。